今回はブラッドステインド、これに新しいキャラクターが追加されたので、早速やっていきたいと思います。では、新しいキャラクター、見ていきましょう。今回、オーロラというキャラクターが追加されてます。ノーマルで遊んでいきましょうか。どんなキャラクターか。これは、チャイルド・オブ・ライトというゲームが別途あって、これ UBI ソフトから2014年に発売。結構昔、8年前のタイトル。その主人公のオーロラが、今回、ブラッド・ステインドに参戦。全くの違うゲームから、主人公的な役割で今回登場します。ゲーム性とかも変わるそうなので、そのあたりも楽しみ。さて、多少やったんですけど、録画忘れてたんで、改めてやっていきたいと思います。なんとか最初のマップだけでもね、クリアしていくといきたいですが、さてさて、嵐の中の仲間が危ないわということで、呪いを解かなければ。というわけでこういうキャラクター。まず通常攻撃。ライトレイというのがこれで敵にこれが当たると魔法攻撃的なことが可能。兜割り。こんな感じで。これも MP 使うので、しかもごっそり使うので、左上 HP と MP あるので、そしてパリというような操作があります。で、ここ今白いのが浮いてると思うけれども、これも何かしらプラスアルファの効果をやってくれるので。さて、自分としてはもう最後のプレイになると思いますけれども、これを、この最後のキャラクターをね、待っていたところもあったんで、このコラボレーション。もうちょっと別のゲーム来るかなとか思ってたけど、まあこのゲームの大元はわからないんでなんですけれども、まさかのこういうゲームからの参戦となってます。505ゲームズというところから発売されてたんで、まあ、その絡みの何かしらキャラクターかなとね、勝手に考えてたけど、一応ステータス画面とかもこういう風に見えて、まあ、キャラクター真ん中にいるのがそのキャラクター。そして剣があって、先ほど言った白いこの精霊みたいなもの、これがいて、なおかつもう一個、トリガー敵に当たると、光を放つ。これ、なんか、ターゲットかかった後に手を離すと、光を放って攻撃。ロック3つぐらいできるので、それで、ガンガン攻撃やっていってもいいし。あと、スライディング的なもの。あ、あとぶつかってしまった。こっち側はいけない。いやー、まさかのね、全く違うまたタイプの遊び方を提供しようとは思いもしなかったけど、だがこれでほぼほぼ、まあ、自分にとっては最後なんでね。他にもなんか協力プレイ的なものとかも追加されるというのはあるんだけど、まあさすがに自分協力プレイはやる予定ないので、あとバーサスもあんのかな。ちょっともう一個何か追加要素があったはずで、それらが全部出れば、クラウドファンディングでいろいろと言っていたものを全部やり終えたという形になると思います。できれば最新作をね、出してもらいたい気もするけどね。クラウドファンディングはクラウドファンディングでちゃんとやっておかないといろいろと問題起こるんで、そこら辺も考えて多分いろいろ作ってるんだと思います。いやー、何年ぐらいだろう、もう4年ぐらいはや買ってんのかな、これ発売されて大元がね、4年か3年ぐらいは経ってるはずなので、本当に末永く遊んでる。個人的にこの音楽がね、素晴らしすぎるからついつい聴いてしまう。雑談の際の背景にも使ってたりもしてるんで、結構振りが遅いので攻撃当てにくいんでね。なので魔法をうまく使って、スタバの敵は魔法で狙うとか、ここら辺がうまくいきそうな気がする。危ない、危ない、危ない、危ない。当たってるけど。で、この出てくるアイテムに関しては、MP 回復効果あるんで、
うん、レベルアップ。いやー、それにしても本当いいゲームだと思う、個人的には。この手のゲーム自分やってなかったんだけど、全くこのゲームやり始めて、あー、この手のタイプのゲームもいいなとか思ったような状況なので、もちろんアクションゲーム自体はできないわけじゃないけど、そこまで好んでやろうとは思ってなかったんでね。だからたまたま Steam でこのゲームおすすめみたいな感じで表示されてたんで、比較的発売してから早い段階でプレイ始めて、で今に至るみたいな感じになってる。他の 2D モードみたいなものもね、遊んだりもしたしで、 2D バージョンのタイトルも別売りのねものも買ったりもしたんで、いずれにしろ早く続編見たいような気がする。今殴られたか、殴られたか、殴られたというか当たったというか、多分だけどあの白いユニットがこっち側の HP 回復してるはずなので、まあ失敗する。攻撃とかもやってくれてると思います。さてボスがお目見え、まあ多分だけどスライディングとかで攻撃した方が早いか。いやこれスライディングじゃない？なんか突っ込んでるだけだったんだけど、ああ下を知って攻撃だとこのしゃがんだ状態で攻撃するかのような、右と左を押したままだと特に行動に変化はない。うん、スライディング中に攻撃ボタンを押しても特に何か攻撃発動するような感じでもない。つかスライディングないのか。となると高速移動しながら戦うというのができないことになる。これ導火線はこれじゃないか。まあだが特に崩れるような感じでもないので、多分何もできないと思う。諦めましょう。多分単体ジャンプで、これまだ2段ジャンプできないので、今後もできるようになるかどうか分かってないけど、2段ジャンプはできないから、ちゃんと箱とか使って移動しないと。うん、これ上行くことはできるか。だがどの道ここで2段ジャンプないから奥には行けないんでね。そういえばいたね、いたね。痛いね。レベルアップ。多分右がボスだと思うから一旦こっち側、ここら辺取っても多分他に何かポイントがあるわけではないと思うので、うん、取る必要性はないと思う。こっち側回復なんで回復していきましょう。あ、でも回復、あれだな、してくれてるようには見えないな。どうなんだろう、実際。うん、ボス戦。特になんか。これさ、こっちで早く行くんじゃない？なんか、ね、なんで今飛んだ？自分。あ、なんか見えてない、見えてない。MP なくなった。攻撃、そう、攻撃しないとダメなんでね。これ敵が出てくるタイプじゃない？違う。敵出てこなかった。何やってくんだっけかな、この敵。忘れたな。あ、なんか、やってるけど、その前に倒した。危ない、危ない。あの魔物の力で私も強くなった。悪魔は長引きそうだし、きっと力が必要になるわ。何か効果吸収したんでしょう。というわけで、オーロラの旅が始まるとなってます。
うん、ストーリーもあるね。寝技、生じてしまいます。街、人気がないになってるね。目覚めたばかりの魔物が道をうろつく。仲間たちの不在がオーロラの身に染みる。仲間がじゃあ、RPG の元のゲームではいたってことか。早くみんなを助けて、鏡の不思議な裂け目をたどって帰る。以前、オーロラは空を、あ、そう、空飛べるんでね。ん？これはオーロラの羽となりということは？飛べるようになったのかな？ん？飛べるようになった？ん？ちょっとわかんないんだけど 操作追加されたかどうか。特に、追加されたようなことは書いてない。プロモーションムービーでは確かに飛んでるようなシーンがあったので。ここら辺期待なんだけど。ボタン長押しでも特に飛べるような感じじゃない。この辺りにいたキャラクターはいなくなってるね。うん、ここら辺は。どんなもんか。どうなんだろうな。まあ、バックステップで移動してもそこまで速くはないか。うん、誰もいない。写真は？写真も撮れない。音楽は ほんとすごいね。あ、いるね、これだけは。あなたしかいないのか。子供が来る場所ではない。迷ってしまった。オーストリア、ローマ帝国の。私の友達はこのホタルに似ている。これは、ファミリアシャードのようだ。君の仲間を連れてきてごらん。強くすることができる。素材が必要だけど。ああ、でも普通にじゃあ、育成強化とかやりながら進むようなタイプになるのかも。うん、素材。さあ、今日はどうする？これ、まあ、初期というのが必要。ホタルのエリクサーというものが必要。ないので、どうにもならないけど。また来ましょう。うん、なんか今左下村の鍵というのが手に入ったような気配あったけど。ちょっと飛べるところまではやりたい気がするな。村の鍵。ぶっ殺しておくれのおばさんもいないね。ここ通れるようになったってことか？村の鍵で。あ、今、何？一発で倒せない？魔法なら一発。こっち側でどっか飛べるかどうか。あ、ここしか行けない。正面敵倒しながら、あ、これ大丈夫。敵だったのか、今の。巻き添えで倒してもくれるので。上。アイテム、エメラルド。あ、なに、こんな風なものあったんだ。全然知らなかったな、今まで長くやってたけど。下行けない？挨拶。なんとか戦ったけど。攻撃やってくれたけど別に倒してない。敵をスローにする効果があるらしいので、今それで敵がスローになったと思います。これ初期じゃない？違う？ここら辺違うか。うん、結構その歩いてる最中の描写もいろいろと描かれてるんで、上を向いたり、なんか左側向いたりとか。
まず右側行きましょう。ここ何するんだっけかな。勝手に光がついた。うん、必要なアイテムがどこにあるかわかんないけど普通にぶつかってる。なんで当たらない。避けた方がいいか。やっぱり振りが遅いから攻撃当ててくのは難しい。間に合ってない。もしくは魔法でやって巻き込ませるかのような感じでやった方がいいかも。2回じゃ倒せない。3回ぐらい。うん、やっぱり殴りだと2ターンかかるから、2ターンというか2回分。悪いと思わないね。このまま上はいけないので、多分この辺りは空飛べるようになれば簡単に。下突きみたいなものはないのか？ないか。何？魔法でも一発で倒してない。寄られてるか。どうすればいいかが分かんない。まあどこかでレベル上げやった方が楽だと思うけど。MP回復しながら。これ早くも下行けるけど、今多分行くべきじゃないと思う。一服だが下行かないと上は行けないと思うので、ジャンプでは。ここ行ってここ行って、まあそれなりに行けるか。倒した。難しい、当てるの。これ戻ってきただけだけど、こっち側から。あそこは確か何かレバー奥からやんないとダメなんでね。 HP アップのアイテムもあったけど、レベルちゃんと上がってってるから楽にはなってると思いたい。まあ、ここでレベル上げやっても面白いかもね、今の場所。 MP 尽きるまで静寂の庭園。細かい場所もさすがに覚えてないので、これあれでしょ。そこ。一発では倒してない。この下の敵も気軽に倒せるから、ここも経験値稼ぎやすそう。敵が動いてこないからね。さて左側ボスだよね。なぜ入っちゃった。ちょっと待ってこれセーブ結
構前だっての気がしたけどな。出たいんだけど。なんで急に振り向くの？今レジストされてなかった？わあ、今ごっそり持ってかれてんだけど。MP ない、MP ない。6しかダメージが通ってない。今回復してくれたかな？微妙に届かない。なんかタイミング悪かったいやーまさかだな。鍵にかかってるかと思ってたから。うーん、結構やり直しの場所遠いんじゃない？どこ行けばいいかがわからないからな、今の段階だと。どっかでレベル上げやってさらに行くか、それとももう一回奥の方行くか。とりあえず道中の敵は倒していきましょう。うん、魔法、まあ使い勝手はいいんだけど、ちょっと操作が難しい。手を離さないといけないので、最後そのロックオンしてる最中手押しっぱなしでボタンを、その後離さないといけないんだけど、それ忘れそうになるんでね、ずっと力を込めて押してしまって。うん、レベルアップ。そこ、そこ、うん、ここら辺の経験稼ぎは楽。うん、下、右下も行けなくはないと思うけど、どこ行けばいい？これ、奥に送ってくれる人はいないね。貨物が欲しいんだよね。今、お金らしきものが見えたけど。金じゃないアイテムだが、多分届きそうにない。こっち側から行っても多分無理だよね。はい、左側。こっち側は行き止まりか。意味なかったね。経験稼ぎとかで使うのはいいかも。上。壁壊して何かさらに先進める場所もあるはずだから。んで、この場所ね。最後。ここ切るのかどうかわからないけどね。どういう感じになるのか。うわ、危ない。特に魔法使わなくてもしゃがみで普通にダメージ通るから、 MP 無駄にする必要はなかったかも。そこ、そこ、レベルアップ。ああ、敵じゃないよね、ボスじゃないはず、別のエリア。戻ってきただけだな。一応先に進めはするけど。こっちが回復だっけか？いや、ワープポイント。どこ行けばいい？
今ジャンプしたつもりだけど全然ジャンプできてない。マップか何か見てしまう手はあるけどね。多分ネット上に転がってるでしょう。だが普通に遊んでクリアしたい気はする。当然このキャラクターに関してはまだ情報が出てないと思うんだけど。というわけで、まあ飛ぶところまで行きたかったけど、今回これで終えて、次回以降もしかしたら普通のプレイ動画で終えてしまうかもしれません。また次回以降、もしやってるようでしたらご覧いただけたら幸いです。ぜひ自らでも遊んでみてください。ではでは。